ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアラ始めていきたいと思います。今回は5位のキャピタル東京、なかなかお強敵です。今日ベストメンバーで挑みます。ゴールとかも強いですし、ね、ゴールキャンデロールはとにかく強い、総力が高い、勝率が上回っている、まあ、ホームだからっていうのもあるけど、逆転は確率ですよ。さあ、キックオフ。簡単に決めさせてはもらえません。相手が強いよね。1点勝負になるかもしれないですね。また体力をいかに残すか、そういうとこミスしてはいけません。やばいな、早くが救った。パンチング、7個 SOS。 おー、先取点やりましたね。よくやった。貴重な1点と言っていいでしょう。諦めませんね、これ。諦めない心。これです。この点が飛躍。もっと気を抜いてはいけません。まだ30分です。キンテロ、同点に追いつかれたらゴールだ。さすがですね、イゴール。高さも違うな。守備こんなに言うように高さで翻弄されてます。まだまだやっぱり力では及ばないですよ。クランカリバーズいろんな要素で勝ち上がって優勝何回かしてますが、やっぱりキャピタル東京はまだまだ強い。あ、やばい。おお。ピンチはまだ続きます。なんとか前、戻りようが通ってしまった。
ボールをいかにキープして少ないチャンスを生かすかということですね。さあもう前半2分の時間がラストチャンス。ボールを持つと誤った感じかな。もう珍しく疲れてますね。エリカちょっと交代して様子を見よう。ちょっとクライス疲れてますよね。ちょっとここで様子を見よう。右サイドはちょっと練習しよう。移動量が多分サイドは多いので疲れやすいと思うんですよね。一点差は戦いだろうな。バランスが崩れるラスト試合が動き出すんですよね。残念。とはいえ守備も多くいるんで簡単には決められないよね。ゴールやっぱりすごいね。でも結構疲れてる。もっとまだ大丈夫なんだけどね。誰かですよね。誰が変える。ミオとカイロ、これで交代枠を使い切りました。とにかく点取らないと話にならないですからね。これで大丈夫かな。エリカのなんか速力がパッとしないよね。でもクルミまだこのキーパーチャージを、パスしたが、これはゴールラインになってしまう。本当に1点差の勝負になりそうです。引き分けも出てきたな。勝たないとちょっとね、厳しいです。シュウは狙ってますからね。マジで筑波田川に差を広げられる可能性は十分ある。反則です。イエローカード、舞妻、これは当然でしょう。心配ですね。残り時間もあとわずか。ラストチャンスかな、これが。でも時間は審判の、消極的と思われてしまった。まあ前に進まなかったら審判の方が思えないですね。直接対決勝つことが絶対条件になりますね。先生長く諦めない心。ここでも言っても長くちゃんと見てましたね。ボール素晴らしかったです。ただその4分にもうこれ高さですよ。ゴールね、5人だってディフェンダーがいるんだもん。それをかいくぐってシュートまで決めてしまうんだから、いろいろ聞きながらあっぱれとしか言いようがないですよね。その後は一進一退ですね。なかなか
風が強くて前進できない感じです。で、1対1の引き分けですね。あ、つくな、負けたんじゃないのこれ。1点差で詰まってます。これ休ませます。空いたとこに入れました。6番
番。線です。どういう案件でしょうね。強くないね。おむつ5位となっております。もちろん油断は気持ちなので、ある程度手術を入れて点は取りに行かなければならないところがあります。次回もお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。カルチョビットアーノ動画プレイリスト説明欄にアドレス記載しております。ぜひご覧ください。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見ていただければと思います。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビターをお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。